空から見た、コーリナリゾートマリーナ地図、コーリナリゾートマリーナとは、ハワイのオアフ島にある、リゾートエリアである。コーリナとは、ハワイ語で、寒気の結晶の意味で、古くは族長らの保養地として使われた場所である。その後一帯は、パイナップル畑となっていたが、1980年代から、リゾート開発業者であるジェフストーンが開発を開始し、今に至っている。 現在も開発が進められており、成長中のリゾート地といえる。オアフ島南沿岸部の七ナ栗ナとカトレーの間に位置し、行政的にはハワイ州ホノルル郡に属する。ワイキキからはファリントンハイウェイで1時間ほど、ホノルル国際空港からは30分ほどで行ける位置にある。面積は260万平方メートルあり、ワイキキをもしのぐ広さである。敷地内にはホテル、 ゴルフコース、マリーナ、チャペル、別荘、タウンハウスといった施設があり、今後はアウトドア水族館、ハワイ文化センター、ショッピングセンターなどの建設が予定されている。その他にはパイナップル畑であった時代のものを利用した鉄道があり、週1回観光用のトロッコ列車が走っている。海沿いにはラグーンがあり、それぞれにホヌ、コハラといった名前が付けられている。 ラグーン側に立つコンドミニアム。ビーチタワーとオーシャンタワーの二つのタワーからなり、合わせて247部屋ある。部屋には、備え付けのキッチンは、ハワイの著名なシェフである、ロイヤ・マグジによってデザインされたものである。ディズニーランドに隣接していない場所では、初のディズニーリゾート。ディズニーとハワイ文化を融合させた作りになっており、ハワイ語で、メッセンジャーを意味する、アウラニという名前には、 ハワイの文化や伝統を伝えたいという意味が込められている。359部屋がある。マリオットの中でも最高クラスの JW ブランドのホテルである。オアフ島で最大規模のスパを持つ。387室ある。コンドミニアムである。タイムシェア形式で所有することが可能なタイムシェア、リゾート。1990年1月にオープンした170エーカー、18。 ホールのチャンピオンシップコースでテッド・ロビンソンによって設計された。コースには多くの池があり、段差のあるグリーン、広いフェアウェイなどの特徴を備える。1990年からの1995年までのルプガのハワイアン・レディスオープンを開催したほか、1992年にチャンピオンズツアーの氷なシニア・インビテーショナルを2006年から2008年までの フィールズオープンが開催されていた。2012年からは、ルップがロッテ選手権、プレゼンテッドバイ、J ゴルフが行われている。氷なゴルフアカデミーが用意されており、誰でもプロからレッスンを受けることができる。個人レッスンや、コースを回りながらのレッスン、ゴルフスクール等のプログラムがあり、初心者や子供用のレッスンもある。敷地内には、ロイズのレストランもある。 スーパーファミコンのソフト、岡本綾子とマッチプレイゴルフコーリナゴルフクラブイン、ハワイにも登場する。400席が停泊可能なマリーナ。ありがとうございます。